星の輝きをその瞳に宿すもの、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星、地球に向かいました。そういえば最近コメットのお供のラバ坊はちゃんとお仕事をしているのかしら。またヒゲの下が随分とイライラしてるようだけど。ワイワイだぼー。今日は結構あったかいぼー。でも早くラバピョンのとこ行ってもっともっとほわかしたいぼー。ラバピョン、どうしたんだぼー。うわー、なんて大胆なんだぼー。もう恥ずかしいぼー。やはりお前というやつは。もういい。起きるのだ。もう被告人前へ。被告人ってなんだぼ。控えなさい。ここはハモニカ星国臨時裁判所である。裁判、これより被告ラバボーことラ・バルモット・プロボーネの緊急裁判を行う。なんでだぼ。ボーは何も悪いことしてないぼ。被告は再三再四注意を受けたにもかかわらず、姫様をほったらかしにし、ラバピョンなる友達のところへ通い詰めた。よってほったらかし罪により起訴されたものである。ほったらかし罪って、堪忍袋の恩が切れたということじゃ。検察官、尋問は。はって、ああ、影人さん、いつの間に。気づかれぬように影に入るのが私の役目であるのです。裁判官、これを見ていただきたい。これは現在の姫様のご様子であられるのです。ちょっと、はい、どうぞ。コーヒー入れてきました。ありがとう。置いといてくれるかな。はい。ん、まだ何か。あ、いえ、ありがとう。いいよ。違うもん、姫様は。なんだい。コーヒーなら後で飲むよ。ケーキもあるのか。美味しそうだな。違うもん、姫様は。あ、ケイスケのことか。それがまだ連絡がないんだよ。オーストラリアにはもうついてないとおかしいんだけどな。そうですよね。向こうの監視員に選ばれる大会に出たはずなんだけど。あ、でも大丈夫さ。あいつ自分の力で何でもやろうとしてるから、わざわざ連絡してこないだけだよ。そうですよね。そうそう、頼りのないのは無事な証拠ってね。元気だってことさ。はい、そうですね。どうですか、姫様のこの無理をなされた作り笑顔、実にけなげで痛々しいではありませんか。つまり姫様が胸を痛めておられるのに、ラバ坊はほったらかし
にしたということじゃん。そういうことです。違うもん、姫様が遊びに行ってきていいって言ったんだもん。何を受けるやつがあるか。姫様はケイスケという少年をご自分の輝き磨きのお手本とされていたご様子。そのお手本の行方が知れぬようになったらどんなに心細いか。それを分からずラバボーメは一人でぬけぬけと遊びに。など異国の地に一人でおられる姫様の寂しさがお前には分からぬのか。コメットさん。はい。今インターネットで調べてみたんだけど、ケイスケのやつ実は選出大会で落ちたらしい。え？ちゃんとノミネートはされていたから出たことは出たんだろうけどな。それじゃあケイスケ、だからってくじけるようなやつだと思うか。きっとどこかで頑張ってる。僕はそう信じるな。あ、私も信じます。コメットさん、絆って知ってるかい。絆？人と人の立つことのできない結びつきのことさ。あいつのことを信じている限り絆はある。向こうの夏はこれから。今はまだ春だから。春、そういえば季節逆なんですよね。そう、だからさ、頑張ってること信じて待とうよ。あ、信じます。ところでコメットさん、ツヨシとネネのお迎えの時間って？いけない、うっかりしてた。バスの来ない日なのに。使っちゃおっかな。使っちゃお。あれ、星時からない。ラバボ、ラバ、あ、そっか、ラバボお出かけだった。裁判官、見てください。姫様はあんなにも困っておられる。なのにラバボは。検察官としましては、今の姫様のお言葉も証拠の一つとして記録願いたい。当法廷は今の姫様のお言葉も証拠の一つとすることを認める。出て、早く出て。お願い、お願い。あれ、あれれ、あれ。ダメだもん、これじゃ姫様もほったらかしないだもん。それというのもお前がおそばにおらんからだ。ごめんごめん。もう、これはあれだな。あれだね。あれ？そう、あれ。こういう時は何か罪滅ぼしってしなきゃいけないんだよ。そうそう。罪滅ぼし？そんな星知らないけど。コメントさん。あ、そうだ。ごまかした。コメントさん、ごまかした。ごめん、ちょっと降りる。うん。そうじゃ。ラバボ、お前も同様罪滅ぼしをしなければならぬ。そんな勝手に決めるのはずるいぞ。では弁護人を呼ぶとしよう。そうだわ、ボーの味方をしてくれる人がいなかったら公正の裁判にはならないわ。弁護人、カスタネット越し国自治宇長ムーバイツェンクネーデル殿。はい。ムーバイツェンクネーデル殿って確かモーコさん。ラバボー殿と同じく姫様に仕える立場の者として弁護をするよう依頼されました。お断りするのかね。お願いするボー。では弁護人、初対尋問。まず重要なことだが、君はコメット様のことが好きか。もちろんだボー。どういうところが好きだというのか裁判官に申し上げなさい。それは優しいところだボー。ボーに遊びに行ってきてもいいって言ったボー。君が行きたいところならどこでも自由ということかね。そうだもん。自由というのは行きたいときにどこへでも好きなところに行けるという意味かね。そうだもん。どうしたんだもん。あやましい。それに引き換え我が姫様と来たら、わがまま気ままで自己中、おまけに通販付きときてババシャ使うは使わない健康器具はお部屋に山ほど、昨日買った気にはタコなんて。あったからあの中で寝かされる。ムークだのムークだの。おつらいでしょうが弁護の方。もう一つ質問してもよろしいですかな。どうぞ。コメット様ってブツブタないボン。ムークさん、ムークさんが。はい。怪我してんの？うん、ごめんね、気がつくのが遅くて。コメットさん、罪滅ぼししなきゃだね。にょー、怪我したツバメをいたわるんだ。なんて優しいお方。そうだボー、今様は優しいからボーにもたまには遊びに行っておいでって言ったんだボー。それに一回、それに一回我が姫様と来たら。
貯金は使えない。やはりコメット様は優しいお方であるか。いや、これは報告どおり。じいさん、今さら何言ってるんだぼ。ああ、いやいやいや、勝手な発言は慎むように。ここは法廷であるぞ。よし、これでしばらくすれば飛べるようになると思うけど。どうしたんでしょうね。多分このツバメは南の国へ行こうとしたんだと思うよ。でも途中で群れから離れて怪我しちゃったんだな。南の国？ああ、春の国だ。春の国？でも一羽で飛んでいくのは無理かもしれないな。早く群れに返してあげないと。うん、返してあげないと。そうしよう。でもすぐには飛べないぞ。どうするの？何するの？看護師さんになって早く治してあげるの。あれ、そうだ、ラバボーいないんだった。欲しいからないの？どうしよう、ツバメさん春の国に行けるって信じてたはずなのに。姫様が困ってるぼ。僕が行かなきゃダメだぼ。ならんならん、まだ裁判の途中じゃ。だって姫様が困ってるぼ。姫様がボーのことを必要としてるぼ。そんな風に思ってもらったことなどない。正式に当法廷はまだ裁判中である。勝手な発言は慎むように。でも姫様がボーのことを。そんなこと言ってもらったことなどない。正式にと言ってもらったことなどない。いや何でもって。早く早く。どうするの？メテオさんの星力借りるの。あ、ちょうどいい。コメット、コメット、あんたの仕業でしょ。白状なさったらなさい。何を？また澄ました顔でとぼけちゃって。私には分かってるのよ。ムークを返しなさいったら返しなさい。ムークさんいないの？え、ラバボーの裁判？ハモニカ星国の法廷に呼ばれたとか言って。でも私はライバル星国のことに関わることないって言ったのに。言ったのに。姫様、これより私ラバボーの弁護をいたしてまいります。なぜ？なぜって王子様問題ではライバルとはいえトライアングル星雲の仲間ですから断る理由もございません。それだけ？あ、それだけなの？ムーク、あなたもしかしてハモニカ星国に行きたいなんて考えてるんじゃない？は？私のお供などしたくないって心の底では思ってるんじゃなくて？そんなことはたまにしか思いませんです。そう、たまには思うのね。黙って言ってもこの玉でして、本当にちょっとのちょっとくらくらい。いいわ、行きなさい。は？その代わり一生帰ってこなくていいわ。一生って？もう二度とムークの顔なんか見たくないったら見たくないってことよ。そんなこと言っちゃったの？まあ、この口は勝手に動くのよ。待って。何？確かめるの。あ、ヒゲの下？勝手にラババを連れてったりしないで。は？何のことでしょう。ヒゲの下はただいまお風呂から上がって。は？裁判とな？ラババがまた何かしでかしたので。では、陪審員の皆様、評決を。お優しい姫様をほったらかしにして遊びに行ったということからして有罪であった。あった、あった、あった、よってラバボーは有罪、監獄星へと送還する。そんなだボー。ボーがいなくなったら姫様はどうなるんだボー。輝きはどうやって見つけるんだボー。心配は無用、すでに手は打ってある。あ、いえ、本当に存じませんが。じゃあどういうこと？あれ、何か来る。こんばんは、私ラバボーより役に立つ月人ちゃんです。月人ちゃん、裁判で有罪になったラバボーさんの代わりに来ましたちゃんです。有罪？姫様、どうなされたのです？あ、また後でかける。これより月人ちゃんがコメット様のお世話をしますちゃん。しますちゃんって何？コメットさん、ツバメはどうすんの？早く直してあげて。あ、そうだね、こっちが先。メテオさん、少しだけ星力を貸して。なんであんたなんかに。月人ちゃんに任せてみちゃんです。姫様のところに行かなきゃいけないんだぼ。待ってくれだぼ、姫様が。
うです。いちいち集めなくても月人ちゃんがいれば星力は満杯じゃん。すごいね月人ちゃん、役に立つね。はぁ、コメットさん、早くツバメさんを助けてあげて。うん、ヌービトさんたち、お願い。姫様、お呼びですの。何かまた、ぬいぬいしますの。看護婦さんにして。お安い御用ですの。それじゃ、ヌービトさん、お願い。はい。何か様子がおかしくないかな。そうだぼ、いっぱい怪しいぼ。この私まで星国に連行しようとしている。奥さんもかぼ。一度は星国に帰ろうと思った私だが、あんな姫様でも心配なのだ。帰りたいと言ったが聞いてもらえなかった。様子がおかしい、逃げよう。逃げるったって閉じ込められてるぼ。このくらいわけはない、手を。うにゃらぼ、うにゃらぼ、悪いな。もっと の星力からすごいな。でしょでしょ。でも帰れるかな、仲間の群れのとこ。一人じゃ春の国がどっちかわからないんだよ。月人ちゃん、やっぱり星力から集めさせて。あら、月人ちゃんの力だけじゃ足りないちゃんですか。ううん、タンバリン星国の星力から使い慣れてないから。え、タンバリン星国ですって。どうしてそれがわかりますちゃん。星力からやっぱり違ってたもの。コメットさん、早く早く、ツバメさんどっか行っちゃうよ。うん、話は後、急いで。はい。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。わけわかんないけど貸しなさいったら貸しなさい。あれれ、星の子たちが騒いでるぼ。姫様が星力を集めておられる。これは好都合。星力の流れに身を任せるのだ。勢いつきすぎてるの。いや、参った参った、ラバボー大丈夫？ラバボー帰ってこられたボー。よかった。ラバボーと私には絆があるからだね。絆？じゃあラバボーも帰ってきたし、私帰るわったら帰るわ。え？もうムークには用はないの。私にはこの子がいるんですもの。どう？どうって。戻ってきたいなら来たいって素直に言いなさいったら言いなさい。しかしメテオさん、あれでも後悔していたの。ムークさんを追い出したこと。ぬう、違うわ。また勝手に動いたんだわこの口が。絆があるの、二人にも。私めと姫様にも。うん。姫様。小石からを貸して。そんな急に言われたボン。私とラバボーに絆があるように、ラバピョンとラバボーにも絆がある。やったWe'll be right back.
さんもツバメさんとメテオさんの絆、南の国まで伸ばしてあげて。なんで私がコメットなんかに命令されなきゃいけないのよ。命令じゃないよ、お願いだよ、お願い、やってやるからやってやるわよ。呪文省略。してる。機械が。ラババ。ツバメさんはどこ？どこ？あそこだ。あ、メテオさん。わかってるわよ。してる。エトワール。ほら、見て見て、ずっと春の国まで続いてるんだよ。行って行って、春の道行って。行った行った、これで行けるね。ツバメさん、この上を辿っていけば仲間たちに会えるから。きっと行けるよ、絶対行けるよ。ツバメさんたちにも絆あるものね。早くみんなのところに行きたいものね。春になったら帰ってきてね。帰ってくることを信じてるから。また会おうね。誰と？え、あ、ツバメさん。帰ろ。帰ろ。こっちはこれから冬。早くお家へ帰ろ。キビトちゃん、ラバボーと入れ替わる作戦、見事に失敗じゃな。スキビトちゃん、今度はあの方にくっつくちゃんですか？そうじゃ、お待ちかねだぞ。はい、がんばりちゃんです。あの方が、すごい力を手に入れた。その名も雪力。でかしたぞ、ねねちゃん。これで百人力だ。ふっふふ、計画実行。ゾウス君、みんなを集めて。よし、行くぞみんな。それエトワール。あー、ねねちゃんが言いたかったのに。次回コメットさん、雪のダンス、キラッとお楽しみ。輝き、まだまだいっぱいだよ。